チュラチョウムクラウ勲章とは1873年にチャクリー王朝創設90周年を記念してラーマ五世によって創設された大の勲章である。正式名称は英語ではザモーストイラストリアスオーダーオブチュラチョムクラウである。チュラチョウムクラウとはラーマ五世の大語における通称である。受勲者には元大首相であり、スーミツイン議長を務めたプレームティンスラーノン。 大将らがいる。大国籍の平民が可視される勲章としては最高級の勲章である。等級は男性は3等級に分かれ、女性は4等級に分かれている。さらにその等級も分かれており、すべてを合わせて以下の8つの勲章が存在する。勲特等チラチョウムクラーを勲章を着用したラーマ7世いずれもラーマ5世の誕生日である。 水曜日の色とされるピンクが用いられている。平民女性の場合、既婚者で、君一等あるいは、君に特等を可視された場合、短封印を称号として用いる。平民女性の既婚者で、君に等未満を可視された場合、君印を称号として、用いる。未婚者の場合は、いずれの勲章を可視されても君を称号として用いる。ただし、王族で、 モムラーチャオン以下の下級王族である場合は、既婚未婚にかかわらず、君一等あるいは、君に特等を可視された場合は、担イ員を称号として用いる。チュラチョウムクラオ君賞は、男系で世襲するものとなっており、受訓された人物の長男あるいは、長男が、不適切な場合にはその次男が受け継ぎ、孫の代まで世襲できる。ただし、世襲できるのは、 君二頭以上お菓子された家のみで、また、この台では、君三頭コンパニオン、孫の台では、ジュニアコンパニオンと順に下っていくものとなっている。ABCDFG e 女性に菓子する場合、ありがとうございます。